10分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回はキューベルワーゲンとオペルブリッツに挟まれて影が薄い自動車、統制型乗用車を解説するよ。ちなみに日本語版と英語版2機で統制型乗用車の一つとして紹介されているトラック2種は、ドイツ語版2機だと別系統扱いされているという資料の相違が発生しているよ。なのでドイツ語ウィキの記述をベースに話を進めるから注意してね。さて、時は1930年代、ワイマール共和国軍は自動車に関して大きな問題を抱えていたよ。というのも、使用する自動車の種類が全く統一されてなくて、部品調達や整備が非効率的になっていたんだ。簡単に言えば、ウクライナ軍状態になっていたよ。しかも当時の自動車は今とは違って壊れやすいし、頻繁に整備しないといけない代物。おまけにワイマール共和国軍は予算不足で専用の軍用車を発注できず、民間車ベースのものを使用していたからなおさら壊れやすかったよ。そこで軍事費がなぜか増え出した1933年には画面に出ている3つの車両クラスが制定され、翌年にはそれらクラス用の車両開発がスタート。開発は陸軍兵器局が担当し、モデルチェンジなしに長期生産するため当時の最新技術がふんだんに盛り込まれたよ。一方、生産は複数の民間自動車会社が担当する形式が取られたんだ。本来なら1クラスに1社という割り当てが望ましいけど、当時のドイツ自動車産業ではそれができるほどの生産力はなく、複数メーカーが参加して量産することになるんだ。だけどメーカー側の部品供給などの問題もあり、シャシーとデザイン以外はそれぞれのメーカーが用意できる部品で生産することが認められ、当初の目的は破綻。こうしてサイズや基本性能は統一されているけど、各メーカーごとにエンジンや部品の仕様が異なる自動車が1936年より生産され、順次配備されていったよ。ちなみにトラックの方は、1935年に2種類のクラスが制定され、同年末にヘンシェル社やマン社が主導する形で開発開始、エンジン含めた部品の統一を前提に設計され、1937年より生産されるよ。さてここからは、そんな統制型乗用車の性能を見ていこうか。統制型乗用車は計3つの仕様が制定されたから、ここでは表を使って説明を省略するよ。いちいち説明してたら間延びしちゃうからね。統制型乗用車の最大の特徴は、その生産メーカーの多さにあるよ。当時のドイツ自動車メーカーのほとんどが参加したと言っていいほどだね。また生産に際し、鋼材等の材料は4カ年計画で生産された国産のものを使用するよう命令されていたよ。車体性能としては、ほぼ全ての車種が 4×4 輪駆動と独立懸架式サスペンションを採用。さらに軽統制型と重統制型は当初より4輪操舵式を採用したんだ。これのおかげで高いオフロード性能と小回りの良さを獲得したよ。あと中型と重型は車体側面に回転するスペアタイヤを設け、よりオフロード性能を高めたんだ。だけどこんな複雑な装置をマシマシにして大丈夫なわけがなく、車重の増加と機構の複雑化はもちろん、信頼性や生産効率、燃費の悪化を招いたんだ。特に車重に関しては相当深刻で、重統制型に至っては車重3トンなのに最大積載量が1トンと、車重の3分の1しか運べないほどだよ。しかも重統制型は下方の運搬に用いられたから、車重と相まってシャシーやサスペンションの破損率が高かったらしいね。エンジンは前述の通りメーカーごとにバラバラで統一されてないよ。いちいち説明したら間延びするので、ここでは表を掲示して説明は割愛。これらエンジンの互換性のなさは深刻で、軽型ではエンジン取り付け位置とクランクシャフト軸が統一されていたにもかかわらず、他メーカーが製造した軽統制型向けエンジンに換装するのは困難だったほどだよ。しかも中統制型のオペル社生産型に至っては、オペル社製エンジンを搭載するためシャシーを改造していたんだ。生産現場での混乱が少なからず起きていたことが察せられるね。ついでに側面に搭載したスペアタイヤは野ざらしで回転するからスペアとして機能しないし、泥は詰まるし車内容積を圧迫するという欠陥があるよ。このように統制型乗用車は数々の問題と混乱を抱えていたため、生産数は予定を下回り続け、ドイツ国防軍は民間車の調達を継続し続けたよ。一方の統制型トラックは乗用車での教訓が生かされていて、旧車が生産を担当したけどエンジン含めた部品規格が統一されたんだ。もっともオフロード性能にこだわりすぎて、中トラック型では 8×8 輪駆動の4トントラックという出て物を生み出したけどね。当然シャシー作っただけで計画中止になったよ。さて軽統制型トラックは、当時のドイツ車としては珍しくディーゼルエンジンを採用。しかも 6×6 輪駆動で、こちらもオフロード性能が良かったよ。さてここまで統制型乗用車の性能を見てきたけど、仕様がかなりバラバラで、とても統一されているとは言えないね。特に車重が重くて整備性が悪いのは致命的だよ。
この欠点はインフラが整っている西欧ならまだしも、東部戦線だと深刻な問題になったんだ。そのため統制型乗用車が嫌われる一因となるんだ。さてここからは、そんな統制型乗用車と統制型トラックの運用を見ていこうか。統制型乗用車の軽型は1936年、中型は1937年、重型は1938年より運用が始まったんだ。量産された統制型は汎用車や機関砲牽引車、無線車など各種用途で使用。面白いものだと、救急車使用で納入された重型なんかもあるよ。そして戦前の時点で前述した様々な欠点が露呈。しかも機構が複雑だったせいで生産数が増えず、国防軍は民間車の調達を継続していったよ。結果、開戦時には約50種類以上もの自動車を使用し、民間車がドイツ軍保有自動車数の6割を占めることになるよ。簡単に言えば、陸自の73式パジロの中にジムニーやハスラーが大量に混じっているような惨状だね。この事態を受け、1940年になると軍用車両局総監アドルフ・フォン・シェルタイサは車種の統一を目的としたシェル計画を発動。計画の中には統制型乗用車も入っていたんだ。こうして同年中にはキュプ40と呼ばれる簡易生産型が誕生。これは四輪操舵機構などを廃止し、軽量化と簡素化を狙ったモデルだよ。だけど元の設計が複雑すぎたせいで、相変わらず信頼性は低かったよ。さらにキュプ40が生産される頃には、キューベルワーゲンやシュタイヤー1500、1トンハーフトラックといったより優秀で生産しやすい車両が登場してたんだ。そのため統制型の人気は非常に低く、1942年の東部戦線を対象とした調査では、軽型が任務に不適と答えた部隊は 90%、中型では 80% を叩き出すほどだったよ。統制型乗用車の中で一番人気が高かった重統制型でも、オフロード性能の低さとサスペンション等の部品の摩耗や破損に苦しめられるよ。そのため1941年には重型、1943年に軽型と中型の生産が打ち切られて、残った統制型乗用車は終戦の日まで使い潰されたよ。一方、1937年から生産が始まった軽統制型トラックだけど、こちらは信頼性とメンテナンス性も良い優秀な車両だったんだ。もっとも、メンテナンスと修理は簡単だったけど時間がかかる。車重5トンで 2.5 トンしか積めないので輸送効率が悪いという欠点もあったけどね。だけど最大の欠点は構造の複雑さで、これのせいで生産効率が上がらず、開戦後の需要に応えることができなかったんだ。結果、1940年には生産を打ち切られるよ。最終的な生産数は、軽型は 17,500 台、中型は 34,000 台、重型は1万台、軽トラックは 12,000 台から 13,400 台ほどとされているよ。ちなみに中型の生産数が多いのは、中型はホルヒ901で統一されてたからなんだ。バンダラッシュもホルヒ901を生産したし、オペルシュもライセンス生産してたよ。これはアウトオニオン社がホルヒとバンダラーを子会社化してた恩恵とも言えるね。まあ、キュプ40登場後はエンジン性の違いで、ホルヒ製とそれ以外でエンジンが異なるようになるけどね。最後にまとめと功績について話そうか。統制型乗用車の目的割にかなっているけど、エンジン含めた全ての部品の統一に失敗したこと、設計が複雑すぎたせいで大失敗に終わったよ。特にモデルチェンジを長期間行わないことを狙い、前輪駆動や四輪操舵といった当時の最新技術を盛り込んだことが致命的だと思うよ。これのせいで機構の複雑化を招いたからね。また1クラスにつき複数メーカーを割り当てたのも大失敗と言えるね。これのせいで、ますます整備の非効率化を招いたんだ。まあ、軍からの大量発注を一社で満たせるほどの生産能力を持つメーカーは、アメリカぐらいにしかなかったから仕方のない話だけどね。ただし発想自体は悪くないし、エンジン含めた部品規格を軍で統一すれば、成功の見込みはあったと思うんだ。実際、軽統制型トラックは性能と整備性の良さから人気があったからね。もっとも、製造コストと生産効率の悪さで生産中止になる未来しか見えないけどね。要はドイツ国防軍兵器にありがちな、凝りすぎ症の被害者だね。今回はここまで。軍の大黒柱的存在とも言える自動車にスポットライトを当ててみたけどどうだった？正直、調査がしんどくて疲れたよ。というのも、検索で出てくるのがプラモばかりで、車そのものの機構や性能を解説する資料が少なくて苦労したよ。ついでに作者の方は気圧転向ジェットコースターで体調を崩した挙句、二重はショックで疲弊したよ。そのため詳しい解説をしたら至ると判断し、いろいろと手抜きしたらしいね。本当は車両番号、KFZ、5との統制型乗用車とか、重統制型のシャシーが Sで KFZ247、
アウスフ B に使われた話も解説したかったらしいね。そもそも SD カー FZ247 自体がドマイナーすぎて個別解説が必要な気がするんだが、積みリクエストをプラモみたいに増やすんじゃねえよ。最後に統制型乗用車を検索するときのコツとして、乗用車型はそれぞれの車種名、軽トラックはアインハイツディーゼルで検索すればプラモに当たらずヒットしやすいことを伝えておくね。次回も自動車か陸上兵器をやろうと思っているよ。いいね、高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。